先生、壁画が。ああ、お腹すいた。何食べよっかな。A ランチはハンバーガーか。美味しそう。お、B ランチはフィッシュフライ。こりゃすげえ。久しぶりだ。地球か。昼時を迎え、広い食堂は雑然と賑わっていた。学生たちと教授たちは、 サービスカウンターの前で短い列を作ったり、テーブルで談笑しながら食事を楽しんでいる。併設のガーデンでは手作り弁当を持参したグループが花柄模様のピクニックシートを広げ愛くるしい表情を浮かべる。壁際には冷えたエスプレッソを片手に論議を白熱させる研究者らしき数名がいる。 そんな大学の日常シーンには少しはつり合いと感じてしまう小さな少年と少女が入り口から勢いよく飛び込んできた。二人は四方八方をキョロキョロと見渡し、お目当ての一人を探し出すと、軽くジャンプして宙を飛び、丸いショーテーブルを囲むようにして、スタッと着地した。先生大変壁画が、あの壁画が姿を変えたよ なんか、すごいのが見えるんだ。うんリージーとしげるか。こんにちは。まあ落ち着いてそこへ座って。どうしたの落ち着いてなんかいられないよ。ほら見て。これは昔の様子それともお未来かないい見立てだね。おそらくどちらでもないが、どちらも正解だと思うよ。他にデータは 光る壁画。それは彼らが数ヶ月前に見つけ出した三つの円で構成される月面遺跡。年代や蘇生を測定したが、はっきりと断言できる結論はまだ得られていない。その場所も気まぐれにコロコロと変わる。特殊な能力を持つつくよみのメンバーたちによってトラッキングできるようになっただけでも十二分に喜ばしい。 地下を AR サルベージしたら、この映像と符号する箇所がいくつかあるのはある。でも、どうも現実とは思えないんだ。エラーかなそれとも、A の穴に関係してるとか。うん。タイミングが合うからね。きっと、重なってる世界が露出して見えたんだろう。やっぱそうか。ってことは、 二つの世界が繋がり始めた。そういうわけか、なるほど。かもしれないね。わずかだけどそれに似た現象を、私も最近見つけたから、話を続けて。昼食を終え、席を立ったスティーブが、穏やかな微笑を浮かべながら、トレイを渡し手渡す。レイジーとシゲルも、手のひらをシュッとすぼめ、 テーブルに散りばめた LR メモをしまい、いそいそと準教授の背を追いかける。三人の足音は、食堂の雑音の中へ、溶け込んでいった。はあ、お腹いっぱい美味しかった。最高だったよおばちゃん。ごちそうさま。何、夏の時空学会はオープン開催おもろ、ワクワクすっぞ。漫画家 ME14 年2月1日ムーンガサ大学食堂サービスドローンキャルソナ